はい、ということで、さて今日はね、今日も京都でプロセカやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。でね、なんかアップデートしたんだけど、なんか久しぶりになるんだよね。いやー、どんなアップデート来てんだろうな。はい、ということで、プロセカ開いたぞ、ログインしたぞ。は？なに？え？広告？あ、じゃあね、違うゲームの広告が入ってきたんだけど、そういうこと？アップデートってそういうこと？嘘でしょ？いや、なんか30秒経たないと何も見えなかった。てかなんか右下にレイクアリスあるんだけど、何これ。まあいいや、ということで一人ライブ今回までやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。楽曲は前と一緒みたいな感じかな。いや、いっぱいあるね、やっぱり。いやー、すごい豊富だな、楽曲がすごい豊富だな。あの、一つ言っていい？広告のせいでイージーが押せない。おい、どんだけ。まあいいや、ミドルマスターやっちゃおう。もうクソクソ、こんなのクソゲーだー。嘘、また広告入んの？ピッコマかよ。ようやくできるじゃん。もう30秒またまたされたよ。でもその問題はね、マスターができるかどうなんだけど、やっぱマスターむずいなこれ。あー、クソ、判定が狭いのかわかんないんだけど、全然マスターできないんだけど。うわはん、うわはん、ちょ待って、やばい、死ぬかもしれん。あ、死んだ。リトライできる。リトライか。どうせ CM 入るんだろうな。広告入るんだろうな。押そう。これは押すしかない。俺は上手くなるワイパー入る。プロセカの CM が入った。プロセカの CM。今やってるんだよ、プロセカやってるんだよ。いや、これ神ゲーの方のプロセカ。お前、作曲者が、お前、広告で見えねえじゃねえか。ニードル30秒また待ったんだけど、結局できないんか。俺は結局マスターはクリアすることができないのか。くっそ、ちょ、もうさっきより早い段階でやられたよ。もう一回リトライしたろ。やっぱここ出るね。放置少女だ。やろうかな。あれから1年、最初の録画から1年経ちました。俺も上手くなったんだよね。ほら、俺もちゃんとパーフェクトを取れるようになった。そして気づいたことがある。30コンボでダイヤが手に入るんだ。やったね。みんな、億万長者だよ。30コンボでダイヤだよ。いやー、最高だ、最高。ボンボン手に入る。フルコンや。やったー、フルコンだ。わーい。いやー、長かったな、ここまで。ここまでがすごく長かった。そして入るのは広告がどうせ入るんだろ。なかなか良かったね。入んないんかい。なんだそのフェイント。いやー、プロセカね、実はね、ストーリー見れるんですよ。ここね、本家と一緒なんですよね。本家と一緒でね、ストーリー見れるんですよ。でね、今回ね、一番下のやつ見ようかなと思うんですけど、さてさて、どんなストーリーなのかな。広告が入るんかい。何今の広告 CM なの。何広告。懐かしい。何今の懐かしい。そんなことある。あー、てかストーリー始まっちゃってるし、もうすごい可愛いな。わーい、さきちゃんだ。わーい、可愛いな。わーい、こなみちゃんだ。わーい、可愛い可愛い。またここが入るんかい。なんで難しすぎる。クリアできるわけないよ。中国広告だ。プロセカの中国広告だ。絶対このゲームやろ。ゲットだ。こんなにガチが引けるなんて。もう何もかもが困惑。すべてにおいての困惑の元凶これだろ、もう。今すぐダウンロード。あらら。ストーリー中にも広告流れんのっていうか、やばすぎでしょ。また広告入んの。プロセカを広告なしでやりたい。そんなあなたには YouTube プレミアム。初音ミク。